プレゼント企画やってます。どうもドーゼルです。はい、ということで本日はこちらブロスタゲーム実況プレノをやっていきたいと思います。さあということで、皆さん、こちらですね、今日から新シリーズでございます。ブロスタの、サブアカを今日からやっていきたいなと思います。あ、ちゃんとチュートリアルがすごいですね。私このチュートリアル実はやったことなくて、ベータ版の時はなかったんですよね。こちらね、1から、今日からやっていきたいなと思います。なぜこのタイミングで、サブアカを作ってね、やっていくかっていうと、このアカウント無課金で、やっていきたいと思うんですけれども、あ、すごい、なかなかやるじゃないと褒められた。ありがとう。あ、敵が、何これ、ロボットがいっぱい出てきた。あ、これで攻撃しろと。なんでね、無課金アカウント今から始めるかっていうと、そう、結構ね、生放送のコメントとかで、まあ、キャラクターがまだ10体しか出てきてないとか、まあ、結構こう、トロフィーがなかなか上がらない、レベル差で上がらないみたいな、お悩みをいただいて、まあ、そんな中で、やっぱ私結構もうがっつりやり込んでるんで、なんかちょっと寂しいというか、みんなと一緒にね、また一から、そのキャラクターが少ない状態で、ね、いろいろ攻略していきたいなっていう気持ちがあって、まあ、今日、ここからね、スタートしていきたいなと思います。ターゲットが増えたはね、タップすると、オートエイムね。オートエイムをちゃんと教えてくれるんだ。素晴らしいチュートリアル。こんな感じでオートエイムもできますよと。ちゃんとこうやって狙って撃つこともできるし、タップで、一番近い敵にオートエイムもできますよっていう。さらに必殺技かな？必殺技で、ドラッグして狙おうと。お、一撃気持ちいい。さあ、あなた素質がある、私と一緒に戦いましょうってめっちゃいいしチュートリアルじゃないですか。めっちゃ褒めてくれる。ありがとうございます。ブロスタの世界へようこそ。じゃあドズ2でいきますね。ドズ2、ドズドブ2になった。ドブ2じゃないドブ2じゃない、ドズ2、ドズ2指導でございます。ありがとうございます。もうかなりね、早い段階でのサブアカ指導だと思うんですけど、このアカウントは、無課金でね、コツコツやっていくようなアカウントなので、よろしくお願いいたします。さあ、ボット戦かな？さあ、ちゃんとエメラルドハントも、中央からエメラルド集めましょうと教えてくれてますね。じゃあ、ちょっと突っ込んでいくよ。このボットの強さって、あ、全然撃ってこない相手。あ、いや、撃ってくるわ、普通に。やばいやばい、強い。え、これ負けちゃったらどうなの？ちなみに。ちなみにチュートリアル負けたらどうなるんですか？相手のあれ、ボット、あれかな？エメラルド取りに来ないかな？まさか。倒されるとエメラルド落としてしまいます。ちなみに検証してみていい？私を撃ってこない？まさか。あ、撃ってきた。もしこれやられて、エメラルド拾わなかったらそういうことだな。絶対勝てるようになってるはず。チュートリアルだから。おらおら。撃てよ。撃ってこないんだけど、撃ってこないんだけど、ちょっと。まあ、チュートリアルは仕方ない、それは。うん。これでだってさ、ボコボコにされたら何このクソゲーっつってみんなやめるでしょ、さすがに。まあ、それはもうそっちの方が正解よ。チュートリアルだから。結構、初めってシェリーしかいないんだっけ？初め、何キャラいるんだろう。さあ、エメラルドを守り抜こう。いや、もうゴリゴリ行くよ、ゴリゴリ。攻めは最大の防御って言うからね。まあ、いろいろね、ちょっとテクニックとかも話していきたいんですけど、よりちょっと純粋に、キャラクターのいろいろを楽しんでいきたいな。オッケー。さあ、これで、チュートリアル終了かな？勝利。あ、スキン報酬やった！ありがとうございます。これあれか。さあ、スキンがシューン！シャキーン！ありがとうございます。これあれですね。リリース、2018年以内に、リリースした人はもらえるっていう感じだと思います。ドズ2、トロフィー0、エメラルド0、ゴールド100。で、あ、シェリーしかいないんだ。マジか。で、トロ10で、このニタをアンロックできるって。じゃあ、シェリーでちょっと頑張っていきましょう。あ、すごい。バトルロイヤルもまだ解放されていない。新しいですね、こう。ちょっとワクワクしますね。ショップは？ショップへようこそ。なるほど、なるほど。まあ、ここはちょっとまだゴールドも買えない状況でございます。まあ、少しずつ要素が増えていくのかな。いきなりさ、いろいろショップとかも並んでたら、何買えばいいのかよくわからなかったりもするから。え、これもう普通にもしかして、やばい、シェリー3人だったけど、シェリー3人とかあり得る。シェリー3人娘シェリーじゃないですか。え、これ普通にもうマルチもしかして。マルチっぽいな。え、違うか、ボットかな。なんかボット臭いぞ、動きが。ボット臭くない？なんか。なんか人の名前一応出てるけど、ボット説ありますね。こっちは3人シェリーだし。怪しい。わかんない。トロゼロがどんなもんなのかわかんないけど、さすがにこれはやりすぎな気するけどね。これはボットだよね、さすがに。どうなのちょっと弱すぎない？その、プレイヤーだったとしたら。なかなかここまで撃ってこない敵も集めるの難しいよ。3人が3人。
オッケー、やっつけた。よし、MVP 取ったろ。MVP 取ったるで。じゃゴリゴリいくぜ。ボットありがち。草むらに隠れやすい。オッケー、切る。よし、あとはもうこれ回収して終わりですかね。ちょんちょんと。さあ、あと15秒待って終わり。次からもうさすがに、どうなんだろう。ミタが解放されるまでは、ボット戦なのかな、実は内部的には。わかんないけど。あ、やばいやばい、やられそう、やられそう、危ない危ない。逃げるぜ、逃げるぜ。3人シェリー面白いな。オッケー。さあ、これで、プラス6。MVP いただきました。最初はね、気持ちよくしてもらうと。まあ、これはどのゲームもそうですよね。もう一回行こう。もう一回行ったらニタがゲットできるはずだから、ちょ、ニタまでゲットしたいですね。シェリーももちろん極めたらめちゃめちゃ強いんだけど。さあ、ここからは、どうなんだろう、対人戦なのかな。あ、またシェリー3人だ。こいつらも絶対ボットでしょ。こいつら、なんかこのシェリーたちがついてきてる間はボットですわ、多分。ボットですね、多分。動きがボットくせえ。やべやべ、こっちは味方だ、こっちは味方だ、お前ら。動きがボット臭いんだよ。どっからボットじゃなくなるのかっていう、このボットとボットじゃない境界線をね、今日は探っていきたいなと思います。どれぐらいなんだろう。初めみんな気づいた？気づきました？いや、でも初めこれ、多分やってる人たちって、ボットとかの概念がそもそもないと思うから、普通にやったーって思いますよね、普通に。ボットって言ってほしいよ、なんなら。どこからかこっそり対人戦になってさ、めっちゃ勝てなくなったら嫌じゃね。どうなんすかね。それか、もしかしたらダウンロードしたての人たち同士が今当たってるのかもしれない。もしかしたらね。いや、どうなんだろうな。確かにダウンロードしたてだったらさ、ちょっとわかんないですね。それはそれで申し訳ねえな、そしたら。相当ボコボコにしてるから。それはそれでなんか、気まずい感じになっちゃうけど。まあどうですかね。まあでもチュートリアルでちゃんと打とうみたいなやつあったから、あ、打ってきた。え、これ、マジ、チュートリアル、どうなんだろう。チュートリアル終わりたての人たちが一斉に入れられてる。いや、そんなことないな。だってコルトがいるもん、相手。相手にコルトとかジェシーがいるってことは、いや、違いますわ。多分ボットですわ、相手。ほら、トロフィーゼロでさ、コルトとか持ってるわけがない。OK! さあ、これでトロフィーが10になったんで、おそらくニタくれるはず。ニタプレゼント。似たプレゼントがあるはず。シャキーン。さあ、12になって、あ、ブロスターボックスも回収できる。ちょっと回収しますね。こっから新しいキャラクター出てくるかもしれない。シェリー以外、シェリー以外。いくよ、せーの、ポン。いや、シェリー。そこはシェリーなんだ。まあいいや。そして、ニタはアンロックでございます。いいね。シャキーン。ありがとうございます。トロを上げていくことによって、コルト、で、ブルー、ジェシーがめちゃめちゃ強いんで、トロ500まで頑張ってあげたいですね。ブロック。で、ダイナマイク、棒の順化。ジェシーまではサクサクっと上げて、キャラクター解放していきたいですね。で、このゴールドで、レベルも上げていけるよと。まあ、私結構ニタが好きなんで、ニタガンガン上げていこうかな。あ、ショップでも、新しいショップが、並んでる。あ、コインも新入荷しましたね。これフリーボックスは引いていきましょう。こういうの無課金とって大事だから。新しいのコイン来い。あ、来ないか。まあ、なかなか来ないもんなのかな。このアンロックがね、やっぱりこのブロスタにおいて、すごく、ハードルが高くて、こいつらはトロフィーでアンロックするんで、まあ、宝箱から出ないじゃないですか。だからレア以上ですよね。プリも、バーリー。あ、で、バーリーの獲得方法、ちょっとまた次の動画で話すんですけど、バーリーは今簡単に獲得できると思うので、おそらく、ウィザードスキンでね、スーパースラー ID に接続したら、バーリーごともらえるんですよ。だから、こいつは出す必要はないです。宝箱から出す必要はない。勝手にもらえる。いやー、レジェンドとかまだ程遠いな。いや、そう考えると、ここら辺のキャラクターって、マジで持ってる人少なそうですね。まあ、というところで、じゃあちょっとニタでガンガントロ上げて、30まで行くとバトルロイヤルできるのか。で、逆に言うと30までもしかしたらボット戦の可能性あるな。こっちどっちもシェリーです。どうなんだろう。ボットじゃない境目をどこかちょっと探る旅に出ますわ。わかんないなぁ。打っては来ている。もしかしたら、相手一人だけボットじゃないとか。相手ジェシーだけ打ってきてる気がするんで。いや、違うか。わかんねえな。わかんねえわ。
クマさん出しとこうとりあえず。よし、私が前線タイマーを張る。オッケー、ナイス、キル取りまくり。おらおらおら、いじめてるみたいになるけど、ごめんよ、悪気はないんやで。さあ味方がちゃんと回収してくれてるから楽ちん。ゴリゴリいくぜ、ゴリゴリ。このコルトマジで攻撃してこないな。いや、ボット判定しましょう。ドズル、ドズル検定によるとボットですね、こいつは。おそらく。やばい、やられるやられる。逃げよう逃げよう。おそらくボットと思われる。まあでも今始めたての人の可能性もあるからな、わかんない。オッケー、ナイス、よしよしよし。でも目の前に敵がいて、まあ確かに、でも初め撃つの難しいもんな。オッケー、プラス6。さあレベルも上がっていきますね。 MVP だとさらにね経験値もたまるので、積極的に MVP は狙っていきたいですね。さあこれ30上げるのも結構大変だな。さあ相手これダイナマイク使ってるけど、ダイナマイクとかトロフィー2000に行かないともらえないキャラクターですからね。つまりボット。つまりボットです、やはり。これどっから変わるんだろう、わかんないな。味方はプレイヤーなのかな、それだけでも教えてほしい。味方はプレイヤーなのか。ちょっとくるくる回ってみて、誰かが一緒にくるくる回ってくれるかとか検証してみますか。誰も回らないな。いや、わかんねえ。ブロスタの闇を発見してしまった。サブアカでやることによってマイクは2000いかないと絶対手に入らないからね。あのベータ版だと普通に宝箱からも出てたんですけど、ベータ版じゃない人たちはあの普通に宝箱から出なくなったらしいので、トロフィーを上げるしかない。 OK、 カウント。さあここは勝たせていただく。何の罪悪感もなく。ボットだったらね罪悪感ないですよね。ボットじゃなかったらちょっとごめんやでってなるけど。 OK、 私の予想と多分トロフィー30になるまではボット戦なのかな、わかんないな。トータルトロフィーが30になってバトルロイヤルが、あでも×をしてる、シェリーが×をして、あ×をしてる。味方はじゃあボットじゃないのかな。敵だけねダイナマイクとか出てくるから敵はボットっぽいんだけど、味方は普通に、あこれちょっと待って、日本人だ、反応してくれないかな。いやわかんないな。車ウントさん反応して。あでもガンガン撃ってるな。味方はボットじゃなさそうなことが分かりました、判明しました。敵はやっぱボットっぽい。オッケーオッケー、ガンガンいけガンガンいけ。味方も怪しいな。いやでも味方は多分ね人だと思う、なんか動き的に。でもねブロスタのボットってよくできてて結構強いんですよねボット。どうだ、ブルを持ってる、相手ブルを持ってるけどいい感じ。ガンガン撃つなガンガン撃つな。やべえ、クルマンツさんが、クルマンツさんを守れ。オッケー、ブロスタってでも本当によくできたゲームで、あの初めはシンプルで打ち合ってるだけで楽しいんだけど、だんだんやってるうちに戦略性が高くなっていくっていうの、本当にめちゃめちゃよくできたゲームです。もう守る、 OK で、かなり初歩的なことを、ああそうだ、ドズ2ではね初歩的なところも話していこうと思ってたんだけど、あの全然チュートリアルに夢中になって話せてなかった。あのキャラクターの回復とか話していきましょうかね。キャラクターの回復って3秒間ダメージを受けずに何もしなかったら、回復ゾーンに入るんですよね。だからあの自分から攻撃してもその回復ゾーンはリセットされるし、相手から攻撃を受けても、回復ゾーンがリセットされるので、まあ、しっかりね敵の攻撃が当たらない位置で自分を攻撃せずに、温存すると、まあ、しっかり体力が回復できると。でこの回復の仕方っていうのがすごい重要になってくるので、まあ、早い段階でねあの回復するべき時に回復するっていうのを、まあ、意識してるとめっちゃいいと思います。さあ今日じゃあこれラストでいくか。
ちょっとこのドズ2のアカウントもゆっくりトラ上げをしつつ、まあ、あの基本スタンスとしてはあのがっつりトラ上げをしていくっていうよりはどちらかというと、まあ、あのキャラクターをね少しずつ解放しながらまったりやっていこうかなと思っております。まあ、今日のこの動画のねあの反響とかも見つつ、まあ、どれぐらいのペースで、まあ、毎日上げていこうかな。せっかくなんで毎日1本はこのドズ2上げてって、まあ、の宝箱を引きつつ、宝箱って言っても無課金で引ける分ね、宝箱を引ける分引きつつまったりやっていきたいなと思ってます。毎日皆さんどれぐらい のブロスタやってるんでしょうね。ブロスタ今この動画を見てくれてる人で1日1時間ぐらいやってるのかな。そんなやってないかな。まあ、この動画でだいたい1日、まあ、10分から20分ぐらいプレイをしてって、そこでね、解放できるキャラクターとかをうまく使いながら、どう使ってくるもんな、相手。こんなん分からん殺しにも程があるでしょ。なんじゃこのキャラみたいになるでしょ。普通に棒のウルト使ってるから、あのボット野郎め。OK、ありがとうございます。まだ対人戦じゃなさそうですね。まあ、どっから対人戦になるかは正直よく分かんない。さあ、といったところで、じゃあ一旦今日はここまでにしましょうか。終了。これでトロフィーが、おお !30 以上いった一気に。あー、しかも、ブロスタボックスも引ける。さあ、30に行って、初めの方すごいな。どんどん引けるな。さあ、ブロスタボックス。頼む、なんか出てくれ。さあ、シェリーからの2体以外、2体以外。来い！あー、2体か。まあまあ、それは仕方ない。さあ、初めの方はもうそんなもんでしょう。さあ、そして新イベント、開放でございます。こうすると、多分スタートークンか。スタートークンもね、回収しやすくなっていくので、また宝箱もどんどん開けていけると。さらにプラス1がついてるけど、これはコインの話かな。 OK、 さらに、ここのブロスタボックスも引いていきましょう。あ、ここ貯めていく、いや無課金はもうどんどん引いていこう。さあ、シェリーとそして、ニタ、さらにはこの残りのボーナス。 OK、 エメラルド5ポイント、これがでかいんですよね。ブロスター結構無課金でもこのボックスからエメラルドが出てくれるんで、それがめっちゃいい。さあ、初めの方はもう何も考えずにレベルを上げていきましょう。さあ、といったところでね、シェリーとニタから始まったこちら、無課金、ドズ2というところでね、トラ上げも、やっていきたいんですけれども、まあ、このアカウントはさっきも言ったように、トラ上げメインでがっつりトラ上げしていくっていうよりは、コツコツね、やっていきながら、まあ、キャラクターを解放していったり、まあ、みんなが、こう、行き詰まる、ポイントっていうところで、まあ、その中でね、どうキャラクターをやりくりしながらトロを上げていくみたいな工夫なんかを、いろいろ話していきたいなと思っておりますので、皆さんぜひね、コメントで、困ってることとかあれば、教えていただければなと思います。いろいろな動画、展開していきたいなと思います。で、これだけじゃなくて、ドズルのね、トロフィー5000いったんですけれども、ドズルの方の、動画もどんどん上げていきたいと思いますので、ぜひとも、ブロスタープレイしている方はね、こちら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。